地球の膨張による大陸移動。右が太平洋の拡大で、左が大西洋の拡大を示した図。地球膨張説は地球が膨張することによって地殻が拡張し、大陸が分裂し移動したとする仮説。19世紀末に提唱され、1960年代に海洋帝の拡大を説明する説として注目されたが、 プレートテクトニクスの台頭と共に影響力を失った。1889年及び1909年にイタリアの地質学者ロベルト・マントバーニが短い論文で地球の熱膨張による地殻の拡張という仮説を発表した。マントバーニの説はかつての地球は大陸近くにほぼ覆われていて、それが地球内部の熱膨張により火山活動が起こり、地殻が引き裂かれ、 海が誕生したというもので、大陸移動説のアルフレート・ベーゲナーによって、彼の著書、大陸と海洋の起源で紹介されている。ただ、ベーゲナーは、マントバーニの説は支持しなかった。1950年代に、オーストラリアの地質学者、サミュエル・ウォーレン・ケアリーが、大陸移動を説明する説として、再び取り上げ、この説の中心的な論客となった。彼は、 プレートテクトニクスという語を考案したことで知られるが、そのメカニズムとして考えていたのは、地球の膨張だった。その後、1963年に、海洋帝の地磁気の島模様の説明にバインとマシューズによるテープレコーダ仮説が提唱され、大西洋が大西洋中央海嶺を中心に左右に拡大していることが確実になってくると、そのメカニズムの説明に、 地球膨張説が注目された。大西洋が現在の規模まで拡大するためには、年4ト、mm、ルから8ト、mm、ルの膨張が必要と見積もられていた。ところが、膨張説が提唱された同じ頃に、デボン期のサンゴの年輪模様の発達経過が見積もられ、地球の膨張が多くとも年0 6ト、mm、ル以下という研究データが発表され、 膨張説の有力な反証とされた。さらに、膨張説では、地殻は基本的に拡大していくため、海洋プレートの生産はあっても沈み込みによる消滅はないとされていたが、新発自身のわだちベニオ二人の存在や海港に潜り込むような形の技用の存在が知られるようになり、海洋帝拡大説、マントル対流説によるプレートの沈み込みを支持する研究者が圧倒的になり、 傍聴説は支持されなくなっていった。この他にも、水深3000メートルに達するような海底国の生意を傍聴説に求める考え方はあるが、確証としては乏しい。地球傍聴説はかつては研究者らによって真剣に検討された仮説であるが、マントル大流説に敗れた仮説である。2011年に行われたより、詳細な地球の測量では、 測定限界年0 2ト、mm、ルの精度では地球は膨張も収縮もしていないという結果が出ている。また、ご知識の研究結果によると4億年前の地球の半径は現在の102%だったというデータが出ている。地球の完成モーメントの研究からは6億2000万年前から地球の半径に大きな変化がなかったことが示されている。現在では イタリアのジャンカルロスカレーラや日本の星野ツーダイラなど、この説を取り上げる研究者はごく一部になっている。日本では1980年代に、思考者作りやマロンを研究していた地質学者が、プレートテクトニクスを受け入れず、この地球膨張説に流れる動きがあったことが、知られている。ありがとうございます。